こんばんは、KY スタイルです。今日は夏にぴったりの緑豊かな高原に囲まれた避暑地、信州のグルメも楽しめる自然豊かな土地、長野県の軽井沢の魅力をご紹介します。軽井沢は日本屈指の避暑地で、昔から別荘やリゾート地として栄えていました。新鮮な信州グルメも楽しめる場所で、こちらは和食レストランの須重正幸。おすすめは信州豆と葉野菜のサラダセット。メインディッシュがサラダなんて物足りなさそうと思っていたら大間違い。信州野菜と自家製ドレッシングがベストマッチ。レストラン出てすぐの場所に自家製ドレッシングも販売していたので思わず買ってしまいました。東京や名古屋にも店舗があるみたいなので今度行ってみたいと思いました。旧軽井沢の一帯はおしゃれで面白いものがいっぱい。明治時代にカナダ人のアレクサンダーが、気候や風土がカナダのトロントに似ていると発見してから避暑地として確立した街だけあって、街の中には西洋の文化を所々に感じます。今回おすすめしたいホテルは2020年の夏にオープンしたばかりのツインラインホテル。スタイリッシュでクリエイティブな空間はワーケーションにもぴったり。廊下にはたくさんの絵が飾られていて、そこはまるでヨーロッパ。お部屋はこちら。できたばかりなのでとても清潔感があり、無駄なくコンパクトな作り。まさかまさかのオープン記念でセンスのいい T シャツもいただきました。冊子も海外の新聞風でとってもおしゃれ。お手洗いとお風呂もとっても綺麗。余談ですが、付属のシャンプー、リンスが髪がゴワゴワにならなくてとっても良かったです。軽井沢の魅力は何といってもこの涼しい気候。高原らしい高い木に囲まれての森林浴はとっても気持ちいいです。歩いていると季節の花に出会えるのも嬉しいところ。読書がしたくなったら軽井沢書店に行くのもおすすめ。夜ご飯はツインラインホテルに入っているレストランホセルイスでお食事。スペイン王室御用達だけあってとっても美味しかったです。今までマドリード、バルセロナ、イリザ島と旅してきましたが、人生で食べたスペイン料理で一番美味しかったです。そして特に美味しかったのがこちら、エビのピキージョ。エビの旨味がぎっしりと詰まっていて忘れられない美味しさです。そして衝撃だったのがこちら、濃厚エビ出汁のフィデは、こちらパスタのパエリアとなります。絶品で食べたことがない美味しさ。デザートはバスクチーズケーキと思っていたら、旦那さんがケーキを頼んでいてくれました。そして夏の軽井沢といえば、軽井沢高原協会のサマーキャンドルナイト。こちらは2019年の映像です。幻想的で神秘的、フォトジェニックでとってもロマンチック。夏の夜の森に灯るランタンの明かりがとっても綺麗。2021年は完全予約制とのことです。毎年やっているのでいつか行ってみてください。そして軽井沢は朝ごはんが美味しいお店でいっぱい。こちらは野菜が美味しいレストラン、ロンキングハウスという名前のお店です。野菜ソムリエの料理長が選んだ野菜だけあって、どの野菜もとっても美味しい。ロンキングハウスはホテルもとっても素敵でした。そして軽井沢に行ったら絶対食べていただきたいのがこちら、カスターディエ軽井沢。ローストチキンが美味しいお店です。厳選した国産鶏を自家製ハーブで一晩漬け込んでローストしたチキンは激うま。外はパリッと中はジューシー。自家製の甘醤油だれ、ガーリックマヨネーズ、どちらをつけても激うま。サイドメニューもどれも美味しく、特におすすめはこちら、厚切り生ハムのわさびソース。まるでマグロ、めちゃくちゃ美味しいです。そして軽井沢に行ったらぜひ訪れたいのが、クラシカルな魅力あふれるマンペイホテルのカフェテラス。おすすめは毎年夏限定で販売している桃のかき氷。こちらのお店はビートルズのジョン・レノンがよく利用していたことでも有名なお店。店内も素敵ですが、店名にもなっているテラス席が特におすすめ。白桃をふんだんに使った甘いソースとふわふわのかき氷が最高の味。
まさに絶品。